ラスト配信です。そういえばみんな髪を切ったよ、わかる？結構切ったかな、結構切ったかも、思ってたよりも短くなったけどいい感じ元が多分めっちゃ長かったんだよね。うん、想像以上にバッサリいっちゃう。5センチくらいかな、え、腰ぐらい、それは言い過ぎそれは言い過ぎ、そんなないよ、腰までない、腰までない、全然そんな長くないよ。そうでもそんな印象変わんないか、え、ほんと腰はない腰は絶対にないよ。向いてる？いい感じ？そう、前髪もね切ってもらいました。もっといけたって、私は眉毛出さない主義なので。そう、髪もねトゥルトゥル、トリートメントもしてもらってトゥルトゥルです。7月も充実してましたね。充実してた、めっちゃ充実してたね。6月も舞台で充実してて、うわ充実感あるって思って、7月入ってもなんかもう同じ倍ぐらいの充実感がありましたね。怒涛に過ぎていった7月って感じだったな。始めらへんも盛りだくさんでした。こんばんは。可愛いですか？え、そう、チーズ買いに行った話そう、あ、待って、8月のね、今日もね公演のね日程が出ましたが、日程が出ましたが、ずっと匂わせてたあのやつがクン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 しました。みんなずっと匂わせてたやつ、私はね、これメンバーは出てないんですけど、16の僕隊はね出るのかな、ね、メンバー的に出るような気するんだけど、ちょっとメンバー情報出てないので、8月の16出るか分かんないけど、もしかしたら出るかもって感じですメンバー的に多分出るかな。8月の16日の僕隊と8月の21日が勝手に四国観光大使とマイカーの久しぶりの対バンがあります。もう多分出ますね、これは。今メンバー6人なので、多分この対バンも8月21日出ると思う。いっぱい出る。じゃあ8月の3個全部もしかしたら出るかもしれない。でずっとクンクンしてて、クンクンさせてた、みんなにクンクンさせてた8月25日の日曜日に、2.5 期と3期で、特別ライブをします。25日、ねえ、ここめっちゃ来てほしいです。来てほしい。明日は花垂れかな、明日花垂れですね。花垂れ公演だよ明日。予定ないんだけど、やっぱ昼より行くしかないよね。え、行くしかない、それは。え、マジで来てほしいです。なんかね、いろいろ告知もこれからみんなでしていきたいなと思うんですけど、まだ券売は始まってないんですけど、これね昼夜ね内容が違うんです。瀬戸りも違いますあのね、そう、広島開催、広島のブルーライブがして会場なんですけど、これも言っちゃう、あのね、瀬戸りがマジで違います。昼夜の内容も全然違うし、瀬戸りも違うし、言うたら初めてやる曲ばっかりですだから今レッスン大変なのレッスン大変だけど、めっちゃ楽しみにしてて、 2.5 期と3期みんなね、
肉フェスぶりなんですけど 2.5 期と3期でやるの。肉フェスの時も昼夜全然セトリ違うセトリでやって、新しい曲、今までにないような曲もにもチャレンジした感じの、そうお台場、お台場のレベル、お台場がレベルアップしてますそうお台場のね、あの肉フェスの時も結構激アツな、そうてんこ盛りな瀬戸りだったんですけど、あれをもうあれをはるかに超えてきてる、瀬戸り的には、うん、超えてきてるし、なんかねこれはね、いろいろみんなで意見も出し合いながらやったりしてる、してく部分あったんですけど、なんかねやっぱり 2.5 期と3期だけのあのライブになるから、その 2.5 期3期それぞれの個々をにスポットを当てていけるライブにしたいねっていう話で、スタッフさんと話になって、どうしても全体だとスポットが一人一人にはスポット当てにくいじゃないですか。それが 2.5 期と3期だけっていう、今はもう14人なんですけど、 2.5 期と3期総勢14人なんですけど、14人だけのライブだからこそそれぞれにスポットを当てたいねって言って感じで、いろいろそういう意味合い、そういうスポットが一人一人にスポットが当てれるような演出とまで言うのかな、なんかセトリというかそういう感じのライブに一部二部ともなってるので、来てほしいですね、これは。来てほしいなと思います。なんか本当に 2.5 期と3期自分たちが主役だぞみたいな感じの曲っていうかライブかも、自分たちが主役だよみたいな感じのライブをみんなで作ってこうってやってます。自分でハードル上げるぐらい、いやでもハードルはね上げていくものですからどうしよう上げすぎたら、でも肉フェス、瀬戸り的にはマジで肉フェスお台場超えます。だからお台場この前来れなかった方とか、まあ来てくださった方も、いやー来てほしいなと思う。でもね8月結構その前の週かな、前の週になるよね、8月のその前の週に、あ前の前の週かとかにお話し会とかもあったりするし、8月フェスとかも多いので、なかなかね広島まで来れないって厳しい方もいるかもしれないけど、でも本当になんか直接見に来てほしいなって思うし、ぜひともめちゃめちゃ来てほしいので会いに来てほしいですね。25日、そうね、配信もあるかな、そこはこれ今後出るかも予定がね、2週間前2週間後かだから話し会、ほど相場あげとる、あげすぎ頑張ります。でも本当にね、頑張る。見に来てほしいです。成功させて時計を持ってきてよって、そうだね、そういうのねできるように、でもそうですね、やりたいから成功させたいですね
たできてほしい。早く会いて浴衣祭り楽しみ、思いが詰めますね。え、嬉しい、会いたいね。8月いっぱい会えそうだから、公演もあるしフェスもあるしお話し会もあるし、8月もてんこ盛りですよ。あ、条件を書いてある。あ、じゃあ書いてある、配信あるわ。じゃあ配信はあります、配信はある、あるけど、あるけど、あ、あ、そう、直接見てほしい直接見てほしいんだ配信もあるけど直接見て、そう、そりゃそうだよ、現地に来い、現地に来いって思いますよ。やっぱ一番は現地だよ、生で見てほしい、直がいい。これはね、直で直接見て、もうアーカイブで余韻に浸ってほしいですうん、結構ね、直接でもなんだろうな、もうね、なん、うん、なんて言ったらいいんだろう、いろいろ考えてる、いろいろね、盛り上げ、本当にフェス並みの勢いでめっちゃうわーって、一部とかは特になれる、なるようなセット売りだし、そういう感じにしたいねってみんなで考えているから、今やっぱり生で見てほしいし来てほしいなって思う。ブルーライブって見送り、あ、いや、あるよ、あるあるある、ブルーあると思う、見送りは。ブルーライブもいつもやってる、ブルーライブで見送りは。友達連れ、え、友達ぜひ連れてってよ、連れてきてほしい、友達もいっぱい、みんなで。あー、席によっては見えないの、え、そうか、後ろの方とか。クリスマスの時はね、多分ね、あれだ、うん、自分研究生公演が1部にあって2部が先輩の公演で、クリスマスライブ、ライブライブで、なんかね、時間の関係でなかったな記憶があるけど、今回はねあると思うよ、見送り、うん、だってなくす理由見つかんないもん、お見送りをなくす理由見つかんないからあると思う。そう、そこね、なんか時間がなく、時間の関係だった気がする。クリスマス、こんばんは。平坦なんか立ち見席あるよね、いつもブルーライブって。立ち見席よりでも座り席の方がいいのか、みんな。毎回出てるっけ、立ち見席って、あのブルーライブの立ち見席って。毎回は出てないか。こんばんは、来てください。立ち見はないか、ないっけ。え、なんかさ、クリスマスの時とかなかった、立ち見ある時あるよね。
ブルーレム立ちます。最前以外全然見なくて、え、そうだよね、そうだよね、そんな感じするもん。こんばんは。クリスマスあったよね、立ち見。うん、普段の公演はないか。 SS、 え、優先とかあるんかな今回。まださ、チケットの券売自体は始まってないから、どうなんやろ。リアルだ、え、来てください。もうじゃあ絶対に来させよ、今度のリアルで。リアルに今度リアル来てくれる人、うん、絶対に来なきゃ来なきゃいけない体にしてあげます、今度のリアルの時に。来てねあの内容で見せて、いやもう頑張ります。いやほんとね、パフォーマンスちょっとね、ステージみんなが期待してくれる分、自分たちもその期待を超えていけるように頑張ろうって今頑張ってるから、レッスン本当に本当に頑張ってるの。3期と 2.5 期でいろいろなので、ステージ瀬取りもだし、ステージの内容もだし、いいものを本気で来てよかった、やばい、もう一回見たい、来てよかったって思ってもらえるライブをマジでみんなで作ろうって頑張ってるから、本当に来てほしいなと思うですね。もう何されないんやって沼っちゃうよ。楽しみにしててほしい。こんばんは。期待を超えていきます。そうだよね、マイキューさん、マイキューシャンって言っちゃったマイキューさんの写真集の私会とかも、そうですよね。うーん、そこがね、いいってなりましたね。楽しみだ、マイキューシャンこんばんは。頑張ってるよ。8月の目標ですか。なんだろうな。8月はでも、まずは体調を崩さない体調を崩さない。暑いからね、暑いし、フェスとか結構レッスンとかがもう今カレンダー見たんですけど、ドゥエーってなってるから体調崩さない、大事だしね、全部のお仕事大事なので、お話し会もあるし、現実の大事だよね。でもここが一番で、みんなもだよ、みんなも体調崩さないだよ、本当に体調崩さない。体調崩さずに、でも全力で全てをやるです。今月は、いや暑いよね、この暑さとまた1ヶ月戦うのかと思うと、頑張る、頑張るんばです、頑張らねば。最近写真集ラッシュだね、ほんとね。でもあれじゃない、イベントのショールームイベントのやつもあったし、
でも確かに写真集ね、ハッシュだね。そうだよ、暑さにやられとった、本当にやられとった。もうこりゃ生きていけれんと思いました。暑すぎて夏バテしちゃうよね。11日は絶対大丈夫。ほんと全部だよ、全部崩せない。フェスもだし、お話し会もだし、25のやつもだし、公演もだし、全部のお仕事体調崩せないから。お、とりあえず検討内でいけるか調整して、お嬉しい、25待ってるね、来てほしい。塩分取りすぎのくらい取って、いやでも大事だよ。まあ、でも取りすぎたら逆に良くないのか、取りすぎは。でも取りすぎって思うぐらい塩分と水分はもう取っちゃっていい気がする。あまりにも、あまりにもね、限界突破しそうな暑さだもん毎日ね。お仕事頑張らない、本当だね。お仕事に、お仕事にいっぱいいっぱい。お水いっぱい飲んでるよ。マイケルがペットラポッタに興味ある。え、マイケルさん嬉しい。ちょっとペットラポッタラ沼にはめようかな。マイケルさん。ペットラポッタラ一緒に食べに行きませんか、宮島まで。こんばんは。サンフレのホーム、え、そうそう、かぶってる。本当？マジで？全然変わらないけど。アセミの過剰摂取は体に影響ないんでしょうか。もう全然、逆に元気になります、アズミンの過剰摂取は。逆に元気になっちゃう。でも逆に私レッスンの時めっちゃ水飲むんですよ。レッスンの時めっちゃ水飲むから、最近レッスンが増えて、まあ、汗をかく量も増えてるけど、その分めっちゃ水も飲んでるから、すごいいい体。すごいいい体です。今水分も補給、そう、飲む量も増えてるから、レッスンやったらめっちゃ増えるんよ、飲む量。で、あと今日あった話聞いてください。今日あった話聞いてください、みんな。メールで送ってたやつ、チーズ話。もうなんかね、お姉ちゃんがカレーを作ってくれたんです今日。で、私カレーには、まお姉ちゃんも私もチーズ乗せて食べるのが好きというか、毎回チーズ乗せてカレーは食べてるのね。で、チーズ乗せようと思って冷蔵庫出したらチーズなくって、わチーズないよってなったけど、もうどうしてもカレーにはチーズ乗せたくって、だからお姉ちゃんにご飯作ってもらったから、じゃあ私がチーズ買ってくるよって言って近くのコンビニまで行ったんですよ、チーズ買いにね。ほんで、まあ、チーズと一緒に他のなんか甘いものとか食べ物とかも一緒に買ってレジまで行って、よしお会計と思ってバッグの中開いたら財布持っていくの忘れとって、私コンビニに。で、あーってなって、で、店員さんに、すいません、今から走って財布取ってきてもいいですかって言って、本当に家の近くだったので、ガーってもう走って取りに行って財布。サザエさん、リアルサザエさんやっちゃった、財布を忘れてやっちゃった、マジでマジでうっかりしてた。そう、なんかいつも持ち歩いてるバッグで、今日も小平寺に持ち歩いてたバッグだったんですよ。で、家に帰ってなんでか分からんけど、なんかのきっかけで私財布をね部屋に外に出したんよ。
そう床にポンって置いたことを忘れて、あ、コイラで使ったバッグだと思って、そのままバッグにもなんか入ってると思い込んじゃってて、外に出したこと忘れてね、コイラで行ったバッグをそのまま持ってっちゃったの。だからそう、みんなが笑、みんなが笑ってるだっけ、昔そう、だから走って取りに行って帰って、そう、もう走っダッシュで戻りました、コンビニまで。すいませんって言って、え、電子決済ね、え、スイカいけるんか、え、ペイペイ、あ、スイカいけるんか、スイカいけるんだ、スイカの存在忘れとった。なんかうわ、こういう時にペイペイがあればいいのかと思って、私ペイペイ使ってないんですよ、使いこなせてなくて、ペイペイを、ペイペイというものを。だからこういう時にペイペイがあったらと思ったんだけど、あ、スイカでもいけるの、セブンって。え、じゃあ行けたわ、私入れたもん、東京きっかけで、私東京きっかけでスイカ携帯に入れたんですよ。いけるんだ、知らんかった、え、いけるんだちゃんと、え、そうなん、じゃあ今度からそうしよう、もし、そうだよ、クレジット機能はある、携帯の方でなんかこうできるクレジットみたいな。自販機もスイカで使えるの、え、進化してるね世界進化してますね、マジか。昭和ね、平成です平成をに生まれ、平成と令和を生きてます、ちゃんと。え、もう、え、そうなんや、マックでも、マジで電車しか使えんと思うとった、私スイカ電車系しか。そうだ、現金かクレジットかでしか払ったことないです、コンビニ借これマジでうっかりだった、ほんまに。うん、最新バージョンです、私のうっかりエピソード更新されました、今日はあ。いや、もう忘れ物多いよね、この前もさ、でもこの前もいや、ほんまに危ない、私忘れ物が多いけん、ほんまに危ない、ほんまに危ないんよ、うっかりの大半が忘れ物。え、カラオケにニラが入ってるの、マジで、これ、こっちのカラオケ、カラオケボックス、カラオケボックスかな、カラオケボックスは入ってた前に。ショーアイドル、え、マジで、え、待って、ちょっと歌おうかな、じゃあ、歌おう、ユータイレザツも入ってるんだ、レザツも入って、え、歌おうっと。25日もともと休めて、休み変えてしまって、ウェザー、え、うそー、マジで、来てほしかったんだけど、そう、え、予定ね、そっか、でもお仕事って方も、みんなの上司に私が掛け合うから、みんなお仕事や、もうお仕事の方は私が上司に掛け合うので、25日来てほしいです絶対無理だけど、私が上司に掛け合いたいよ、そう、この日ちょっと私が一応、あの、
あと一月早く、発表ね。でもね、ここが多分ね、そうだよね、予定ね。それはガチで困るわね。拒否られた、上司に会うこと。そうだよね。関東だ。そうなんよね、それはそう。関東に住んでる方結構多いんだよな。でも泣きてほしかったな。みんなに来てほしい。本当に頑張ってる分来てほしかったし、なんか違うことをするからこそ25日は直接見てほしいっていう思いなんですよね。よいしょ。ある2レ2レ なんで今なの、急に急に2レが入っ、なんで2レが急に、なんだろう。スウェッティースメルとかも入ってるよ。すごい、優待離脱もある。なんで、すごい、歌おうよ、ニレ、嬉しい。更新されたのか、わあ嬉しい、ニレを歌えてる。やばい、みんなのコメントが見えなくなった。あれ、みんなのコメントが見えなくなっちゃった。あ、見えた。いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のニレの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな格好じゃいけないと思う。だからこの未来の木の下で君を見送ろう。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなのと、木漏れ日を見上げて耳を澄ませてた。あの時黙り込んだのは僕がどう答えるのか。少し期待をして待っていたのかな。季節が変わってもあのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は譲りたくない。それでも性格のスタートを無駄にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。あたりに星が降り注ぐ、なかなか立ち上がれない指定席。
いやー嬉しい嬉しい、2で歌えるの。嬉しい。もうなんか特別だね、この曲が入るのは。めっちゃ嬉しいです。本当だね、一気にいっぱい入った。待って待って、じゃあ幽体離脱も歌おう。幽体離脱すごい、本物が歌ってるみたい。あ、本人です。いきます。セリフもあるかな。幽体離脱した経験ありますか？幽体離脱、まるで自分の魂が体から抜けて出ていくような、そんな様子を客観的に眺めている感じ。あれって練習時代でできるようになるの知ってました？すごい。昨日見た夢、その夜面白さをどんなに一生懸命喋っても、誰にも伝わらないように、もどかさて妙にイラッとしてくるよね。必死な私が抜け出して、客観的に私を見てる、情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、悲しばりとは全然違うよねって、なんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰？幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、地球のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私。恋もどこかが似ている気がする、こんなに一生懸命なのに、気持ちと何かが合ってない、口の動きがシンクロしないアニメ。それじゃあ死に抜け出して、何ができるかっていうと、実は声出せないルール。その代わりはふわ途中に浮かんだりして、頭の上から見下ろしていられる。幻覚だって人は言うけれど、私は確かに経験してるし、実際自分の目で見るとこういうことだってあるんだな。狭すぎた今知識、幽体離脱はクレーシーだい、好きな時いつでも抜け出せるよ。過去と現在と未来がねじ曲がった瞬間、どこにもいない私がいる。難しい。嫌なことってのはなくならないし、そう振り回されるだけだから、その場から気づかれないように意識だけ抜け出そう。金縛りとは全然違うよねって、なんかいなくて起きてる、ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は誰？幽体離脱は別世界、どっかにも一つの地球があって、地球のような軸が重なってしまったのか、それを見てる3人目の私。仲良くやろう。2.5K と 3K の曲が、なんでなんだろう。嬉しい。更新されたのかな。
なんでこの曲を入れてくださった、どういう感じで決まってるのかな、ここに入る曲って。嬉しいですね、めちゃめちゃ。うわー、スウェッティースメル、これはカラオケ歌えるかな。ちょっと練習してまた今度歌おう。いいですね。じゃあその流れで愛の重さを。担当者のセンスがいいからですね嬉しい。アルバムほら、ね、小豆島も入ったし嬉しい。嬉しいね、もっといっぱいいい曲多いから撮ってほしいな。風に吹かれながら、ひらひら舞い降りてきたり、自分自身ラグラムかをわかっているのだろうか。日差しの眩しさも日陰の切なさも知る。リープ、もし地球に引力なんて存在しなかったら、僕が見ていたのは僕の理想像を、こういう君でいてほしい。勝手に描いてた腕に抱くこともせずに、愛の重さ初めてわかったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい、なんかまるで世界担ぐような重さ。今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。人は本気になれば何でも動かすことができる。困難から救い出そうと、火事場の馬鹿力からさ、君を守りたいと思い始めて、その存在が大きすぎて躊躇してしまった。ちゃんと考えなきゃだね。気持ちなんかどう違う、思いとか客観的判断できないよ。心は見えないから、きっと真相でいたら自分の方にいつも傾いてるはずだって思い込んでいた。そのバランス、真実とは後で明かされるもの。君を失いたくない、だから僕は強くなる。どんな涙だって拭ってあげるよ。人を愛す、その言葉は限りなく重い。愛の重さ初めてわかったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい。
て世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみればいいのだろう。無責任に愛した頃は軽々と持ち上げてた。これ最後1番と 2番のサビはこうなってるんですよ。無責任に愛した頃は軽々ちゃん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 持ち上げてたが、毎回このポーズをするんですけど、1サビ2サビラスサビで、そう毎回1番と2番のサビまではまだ愛が上がりきってないの。そう重すぎて。でもラッサビではここがこうなるんです。二人の愛が一緒になるの。だからみんなもあずみんの愛、みんなの愛がこうじゃなくてこうなろうね。二人の愛の重さが一緒ってこと。最後は一緒になるの、愛の重さです。深いよね。意味があるんですよね。フリーにもちゃんと月と僕と新しい自分なかった、いい曲だよね。重い、あずみも重いよ。全然耐えますよ、愛の、みんなからの愛の重さ。逆に耐えてくれますか、あずみんからの愛の重さに。みんなちょっと詳しく言うもう話しません。どうしよっかな、せっかくだからなんか歌おっと。じゃあ愛重ための歌、愛重ための歌ってなんだろうな。あ、これ重たいよく、え、ニラ入ってたよ、ニラ入ってる、さっき歌った。じゃあこれはちょっと違う路線で重ためな、私の好きな曲。だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。量産がたいはないで、私なりの可愛いをそうずっと極めているんです。キープアウトでしょ、乱されてるドライのフルーツ、惹かれてるのメルトチューブ、アイスミルクちゃん、私少しのあなたでぐるぐる色が変わってゆく。ねえ好きなの好きなの好き好き好きピー、染まりたいのはあなただけ。ねえ好きピー好きピー、二人合わせてアイスラテの出来上がり、わがままじゃないよいい子プリンセスで、こっち見て会いに来て言えない言いたいはぁ好き。なんであの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます。もう見慣れた君の ID、 名前誕生日、このモデルちゃん、いつフォローしたの、こんな人がタイプなの、
私だってあ好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな。バキュンもう好きなの好きなの好き好き好きで本当は振り回したいよ。はあたまらんたまらんたまらんすぎる純度も湿度も 100% お姫様として扱ってよたり何してる電話して言えない言いたいけど重いのは嫌。もしもし今何してる。あー付き合いだもんね。わかった好きって言ってくれたら切るのに。もしも私とはに目が覚めずにこのまま眠ってたらキスより先に優しい言葉をかけてこのままずっと魔法は解かないで屍声見てて。あー好きなの好きなの好き好き好きビーなんでこんなに興味ないねえ好きビー好きビー好き好き好きビーライト級大ヘビー級もう好きなの好きなの好き好き好き不安で今日も眠れないほら好きビー好きビー好き好き好きビー気づけば目覚まし始まる自立シンデレラこのままじゃ終わる何してる？どこにいる？電話出て！もうダメだよね、これ以上しつこく、あーディアスイディバイどこにも行かないでねどこにも行かないでね、みんな。あずみのことだけ見てるんだよね。他の女の子のところでデレデレしてないよね。電話するよしつこく電話しちゃうよ。今どこにいるの？何してるの？あずみのことなんで見てくれないの？って重たくなっちゃう。冷や汗案件。うん。ほら本当にホラー帯びてる。これが愛の重さですよ皆さん。私太陽を見上げた時青春サブリミナルとかどうですか？いい曲だよね、これね。別れたって噂で聞いた。本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった。近くにいたのに気づかなかったんだ。期待と不安のシナプスきしむ竜服に炭酸。そんなこともどうだっていいよ。走れ君がいい君がいい君がいいなんて言えなかった。正直な自分今さらログインする。学校に君がいて何を話すか思いつかない。だけど会いたい。空の色が変わってゆき、サイドが上がる。やっとわかった答えは一つ。青春はサブリミナル。
同じ高校同じ中学伸びた背も遠くに感じてた付き合うとかそういうんじゃなくてやっとスタートに立てた気がしてる初めての会話覚えてるのは私だけでしょあの夏で一番暑い日だったなんとなくさりげなく友達で近くにいたいだけ溢れてる思い込めて蓋をしてそれでいいそれがいいなんて嘘はもう続きたくない生まれ変わりたい雲が動きあそこからほら工房を走る眩しくなったこの景色はそう簡単なサブリになる決まってと違うものその答えはイコールだそれはきっと東大生も知らないでしょググったって出てこないだって私しか導けない好きで好きで好きで複雑すぎるクイズ君がいい君がいい君がいいなんて言えなかった正直な自分今さらログインする学校に君がいる何から話せばいい結構チャイム焦らせる大きい背中が振り向く君でした君がいい君がいい君がいい早く言いたかった恋の導火線真っ赤な日が今つく野球部の声響く校庭に二人ただただ佇む今はこれでいい鼓動早くなり雨周りの温度が上がるやっとわかった私の恋と青春はさハモリがさマイカちゃんとゆりちゃんのハモリがいいよね。じゃあこれ歌おう。アイすげえアイドルみたいだ。どういうこと？アイドルじゃないと思ってたの。どういうことよ。行かないで。もう夏マイカちゃんです。マイカちゃんが好きですね。どういうこと？私のことうっかりお姉さんか女優だと思ってたの？空に
らばった星のどれが一番に輝くのだろう。聞かれても誰もきっと答えられない。暗闇の先にここから見えない。光があるステージの片隅でもがき続ける悔しさや虚しさも青春の時。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。Wow, wow, 少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で、全力で走るんだ。人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう差があるの。光届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい。思うように生きられない。今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう。悩みながらいつしか強くなれる。今日の涙は明日の力さ。 Wow, wow, 悩みながら前へ歩き出せよ。立ち止まったらそこで終わる。頑張って、頑張って信じるんだ。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。 Wow, wow, 少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で、全力で走るんだ。じゃあ最後はアゲアゲ曲で、みんなもコメント欄で一緒に歌ってください。I wanna do, I wanna kiss, I wanna kiss。 君って君って最高だよ。恋って恋って最高だよ。順調よろしく、感情よろしく。あーよっしゃ行くぞ。タイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバーじゃあじゃあ。夢の中まで現れる時
ときめきは消えることがない。意識したのはいつからだろう、君が好きだよ。 Oh yeah。 完全に膨らむ窓のカーテン、日差しは何を知ってるの、知らないふりしてもいいよ、意地悪しないで。 I wanna do、 I wanna kiss、 君と出会って全て変わった。 I wanna do、 I wanna kiss、 なんてラッキーな人生。素敵な思いを叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ。 Oh yeah yeah。 何もしていてもこの胸が切なくて苦しくなるんだ。頭の隅にずっと消えない君の微笑み。Oh yeah。 退屈だった僕の日常、キラキラ輝いてるんだ。ポジティブに妄想勝ち組。 I wanna do、 I wanna な、君がいるから僕は生きてる。 I wanna do、I wanna love、 なんて素晴らしい世界だ。素直な気持ちを声に出そう、ちゃんと届くように声に出そう、君って最高かよ。あーよっしゃ行くぞー、最高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 かよ。トラヒジゾセイアマシンドカセトビジョーギョージャペアペカラキナナナズケモーヨンテスケ。好きになるっていいもんだ、できることなら伝えたい、目と目は言えないから。 Oh yeah。 はい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 、ここの場所から大声で僕の情熱届けよう。 Oh yeah。 Oh yeah。せーの、 One, two, three。 I wanna do、 I wanna kiss、 君と出会って全て変わった。 I wanna do、 I wanna kiss、 なんてラッキーな人生。素敵な思いを叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ。 Oh yeah yeah。 I wanna do、 I wanna kiss、 君って最高かよ。恋って最高かよ。こんなに熱けりゃ青春ファンも一人じゃないんだ。応援サンキューみんな、最高かよ。じゃーん、いいね、最高。ふう、いやー、この曲めっちゃいいよね、最高かよ。ラララララララ叫んでる、あそこが人造繊維アマあれ、うん、あと口が回らなくなっちゃう。チャペアペカラキラミョーホントゥスケー書き込み状況。確かにスタジオね、スタジオやってたもんね。確か I wanna do、 I wanna kissにゃー、またしようカラオケ配信。なんて素晴らしい、ついてるついてる運気は上々、
素敵な思いを叫んでる、心の底から叫んでる、君って最高かよ。明日は花だれです。めっちゃ久しぶり花だれ公演出るの。舞台始まる前だからいつが最後かな、調べてみようかな。5月の26ですね、ラスト。5月の26ぶりです。確か 2.5 期全員いる。うん、久々じゃない？ 2.5 期全員いるの。見て、配信もあるからね。会場も待ってます。あ、そう、ラジオも、そうだ、今日の恋ラジもめちゃめちゃ久しぶりで、そう、スタッフさんにスタッフさんに会って、そうそう、どうもこんにちはゲストって言われて、まあ、マジで久しぶりすぎてさ、今日のさ、今日ヒッピーさんもお休みだったんですよ。だから水曜日のレギュラー、私、唯一の私だったんですけど、そう、レギュラーなんですけど、じゃあゲストよろしくねいや、レギュラーです、レギュラーですそう、ゲストのお片づめになってた、久しぶりすぎて。そう、でも6月舞台頑張ってきましたって。でね、次もね、あれなんですよ、次も3週ぐらい空くのかな、恋ラジ。野球があるらしくって、普通に恋ラジ自体がないので、多分私の次の恋ラジね、8月の28日ですね。やっと久しぶり、もうじゃけスタッフさんに舞台も終わって、7月のいろんなことも、歌唱力も終わって、こっからは恋ラジに専念しますって言ったら、次の恋ラジ3週空けないよってなって、へーってなりました、今日話しててまた、そう、約1ヶ月後なの、寂しいですね。ヒッピーさんも今日休みでね、また次ヒッピーさんと次は出れたらいいな。いそう、お忙しいからヒッピーさんもね、今またゲストねレギュラーレギュラーです、本当にね。でもね、なかなか忙しく、レギュラーゲスト本当またゲストって言われちゃう。お、みんな歌ってるんだ、2でね。いや、嬉しいな、2で入ったの。また歌うね、カラオケ。ということで今日もね、ラジオもありがとうございました。7月ラストってことで、7月もありがとうございました。本当にてんこ盛りでしたね、舞台開けて、音楽の日もあって、歌唱力もあって。振り返ると昼前直送便もあって、四国の公演もあって、僕隊も久しぶりに漂いまして、てんこ盛りですね。いやー、嬉しいことにですね、スケジュールがパンパンです。8月25公演楽しみ、来てね、楽しみ、嬉しい、待ってるよ。お、ありがとう、モバメですね、明日。そうだね、モバメも8月初日なので、モバメもぜひ8月も読んで撮ってください。明日から8月なんて信じられない、本当にね、わかる、めっちゃ早いよね、こうやって2024年も過ぎていくんだ、早いことだ。そう、明日はリア充が初花だれです、初花だれです。ドキドキしてるだろうな、でもレッスンも入ったりするから、私も思い出しますね、自分が初めてだった時をね。きっとね、ドキドキしてると思う、3期の中でも初アンダーだから、
咲いてあげれたらなと思います。明日はリア充。じゃあ壇上を読みます。13位リオさん、ありがとう。12位台湾のコウさん、ありがとう。11位ヌシさん、ありがとう。10位コケ玉さん、ありがとう。9位プタさん、ありがとう。8位ヒレヤスミさん、ありがとう。7位カズさん、ありがとう。6位ゆずきちさん、ありがとう。5位ひげめがねさん、ありがとう。4位 DD マサさん、ありがとう。3位みやこうちゃん、ありがとう。2位広島子パセリさん、ありがとう。そして1位はドゥルルルルルバンケースティンさん、ありがとう。ありがとうございます。明日からの8月もよろしくね。8よろしくね。あと明日は花だれよろしくお願いします。頑張ります。久しぶりの花だれ。おやすみん、ありがとね。じゃあねねあずみんでおります。せーのって言ったらねねあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみー。